さんこんにちは。こんにちは。今日はあれやね。はい。ね、この間まあ、今日もちょっと番外編やねんけど。はい。橋立さんが。はいはいはい。オーダースーツプレゼントをこう、納品させてもらった時にな。はい。ガンダムのプラモデル俺ほらあのシャア専用ズゴクっていうのあるじゃん。はい。でまたそれがな、うん、そうそうそう、はい、それがなもっと喜んでいただいて。そうです。あの後ももう動画撮り終わった後もだいぶ長いことお話してましたもんね。そう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 。ガンダムのもう子供のような笑顔でこうセットこう喋ってはんねんけど、はい、ちょっと待ってな。ああはいはい。そういえばこう写真を送ってきてくれて、はい、で自分もこう家でパソコンこうあじゃあプラモデル作って色も塗ってますんでいう話、うん、ますんでって何やいう話あって見てないですね。そういえば僕はまだでな、その画像その完成度がやばいねん。で俺 LINE 交換させてもらって、はい、なんていうの写真送ってもらってんけど、うん、あのなこんなすごい。ちょっとやっぱりこう傷んでる感とかも出してはるんですね。そうやろ。ここまでの見てみこれがすげえ突き抜けてる。突き抜けてるわこれ全部できたらさ、なんかこうまあちょっとこうオリジナリティがあって、はい、ちょっと量産型ズゴクやったらまあもちろんシャア専用ズゴクには負けるんだけど。そうですね。俺勝ちたい。ズゴクで。ズゴクではなくてもプラモデルで勝ちたい。勝ちましょう。だからテーマは、はい、な個性的でなで強い橋立さんのシャア専用ズロックに勝てる。ああプラモデルを1時間悩んだ俺。限られてるんじゃないですか勝てるやつって。でもうん限られてるけどな。ほんでまたな橋立さんはファーストガンダムしか知らんねん。はい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 、うん、そこで俺がなんかな何ていうのニューガンダムとかなあとなんかこう、ダブルゼータとか、はい、ゼータガンダムとか出したらちょっとやらしいやん。そうですね。なんか分からん中で俺生きてるみたいな、うん、ちょっと同じ土俵で戦わないといけないですね。そうそうそう。そこはで浅見もそんな知らんやんガンダムって、はい、なでももうなんていうかな強くてなみんなが知ってて、うん、な橋立さんにもう劣らんというものを俺がちゃんとこれで来ました、うん、これ事前に大阪なら上司あれこっちは上司大阪なら上司っていうな充実してますからね上司は。おもちゃコーナーがねこれ見てみあさみほらリボン、うん、リボンまでついてこれなんでリボン作ってるか知ってるかお前知らないです。お前あ店員さんがすいません放送とかプレゼントにしましょうかって言われたら俺自分のもんと思われたくないやあそれははい、放送しますいいじゃないですか。嫌 やんかそんな多分結構その40超えてプラモデルと思われるの嫌やんか言うたら多分お前なんかまだやん子供おるからその映画行く時でもこれでお前ドラゴンボールはいはい、だっけ復活の F F あれ見に行ってきたやろ。はいなあ見に行きました。俺なんかお前一人で行ってみ一人だけ背高いやつが残ってるんだ言うたらだから行かれへんからチラシがおらんの俺。いやそんな親戚の子供誘うのもやらしいしな言うたらこういう動かしてくれよ。どうぞどうぞ、うんほんで、あれやんか。なんか放送してくださいって言うやん。でも、言いますってこう聞かれて、当たり前じゃないですかで赤にしましょうか、リボン青にしましょうかって言われて。はいはい。うん。ほんなら、女の子がプラモデル組み立てへんやんか、なかなか。そうですね。うん、青と青でしょって言うかましたって俺。青でしょみたいな。そうそうそう。それは青でしょって言ったら。そんなにな。うん。これ買ってきたよ、お前。なんかめっちゃ箱でかいですね。当たり前これ負けた。さっきから言うたらあかんねん。なさっきから言うてるやん。橋立さんに負けたらあかんねん。ほんでお前これ これお前これ何やと思う。当ててみ。まああんまりガンダム知らんやろけどな。でも勝てるって言ったら、うん、あれちゃいます。普通のあのガンダムアムロが乗ってる、うん、まあまあまあそうなんだな。でもこのサイズからしたらもしかしたらあの、うん、ホワイトベースですか。まあ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 もう俺これお前が開けた瞬間に見るやん、はい、勝てると思う開けたいですけど、うん、もう開けてほんなら開けますね。開けて開封の儀、うん、開封の儀でいやあれやろやっぱりドキドキこういつでもそうやけど俺らおっさんになってもこのまあお前なんか20代やけどなこの箱とかこうなんか包装を開けるときにドキドキするやろ。そうですね、うん、あれ勝てるやろ
勝てるだろ。ちょっと待ってくださいよ。これは勝てるわ。勝てるやろ。これいいんですか。いや俺これある思わんかった。うん、もうこれは俺橋田さんに勝てるわ。はい、見せてあげて。いきます。ドン、うん、ほら見て、勝てるやろ。これすごいやろ。これすごいっすよ。スーパーサイヤ人。これな、2個だけあってん。普通の孫悟空とスーパーサイヤ人で、孫悟空やったら。はいはい、ちょっと自然にお話しされてますけど、シャーセン四つ悟空には勝たれへんと思う。でもこいつお前スーパーサイヤ人。スーパーサイヤ人はちょっと強すぎますよ。これも俺もう多分な、うん、そうやな、10分以内に勝つと思うな、橋田さん。そうですね、うん、地球破壊できますからね、こいつ。 できるやろ。はい、うん、おめつえのつごっくって言うと思う。すごい、おい、どうなってんのこれ。あ、これもあれやんな、いやでもこれめっちゃ成功ですよ。色塗らんでいいやつやろ。色塗らんでええんかな。色塗らんでええんじゃん、これすごい、これ、うん、これ見てみ、これ髪型やこれ。髪型だけでそんだけパーツありますからね。おうおう、うわすごい、これ見てみ、うわ、なんて言ってんのこれ。ズガッカーって言ってんの。フリーザーじゃないんですよ。違う違う、ズガッカーって言ってんの。これはすごいよ。これテンション上がるな。これテンション上がるよ。これをな、もう今日な、もう家からもう俺ニッパーも2つ持ってんの。あ、うん、2人で組み立てるわけですね。そう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 、すごいすごい、うん、やばい、やりましょうか、うん、やろう。早速ちょっと組み立てていこう。ちょっと初めてなんで、これ順番があるんですかね。やっぱこれ通りに組み立てていかないといけないですよね。あ、眉毛のこれ、でこれはもう橋田さんと組み立てよう思ったけど、奥さん犠牲になるやろ。そうですね、うん。入らへん。子供とプラモデル作ったりせえへんの。まだしたことないですね。これはでもここまで細かいのは無理やと思います。まだいけるって。お前がサポートしちゃったらいいんだよ。切らしちゃったよ、こうやって。俺みたいに俺子供やけん。よし。これ結構夢中になりますね、ほんま。夢中なの。これがええねんな、お前。嫌なことみんな忘れるぞ。ほんまですね。うん。うわ、顔いかついわ、これ。頭部。あ、すげえな、それ。すごい。すっげえ。うん。これすっごいな、これ見て、これ1と2です。顔がなんか、お前ウォーズマンが一番最初にこう出た時の顔。ウォーズマン今ね、腕の組み立てに入っております。これさ、ちょっと俺551の豚は、あ、違うわ、何だっけ、クレ55なんか1ってあげる。はい、じゃあこれ何だ、やってくる。この組み立てで合うんだから。右腕、右腕できました。あ、すっげー。お前あれ、ドラゴンボール誰がつけるの。僕結構ベタなんですよ、そういうの。何でも主人公好きなんですよ。主人公が好きなの。はい、見えてきました、ちょっと形が見えるかな。あ、YouTube でなんかあれ来てくれてね、あのお客さん。何人ぐらいも来てくれてるんだろう。僕が最近接客した中でも 3,4 人来てますよ。すごいよね。すごいっす、うん、デザインが面白い。本部長です。言えや、パーツ。そんなにこう目だ。あ、これすごいな、これ肌、こっから破れたところ肌が見えてんねや。そうなんですよ。めっちゃ地味に凝ってるし。
はい。だいたい予想して俺一個切ってた。もうちょっと。もうちょっとです。あ、抜けへん。痛い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 。爪痛い。これ、ちょっと待って、待ちな。握力が落ちてんのかな。やばいな。飯食えへんからやって、お前。おら、先祖食うぞとか言いながらやった。これ終わりちゃいます?来た。お、すっげー。ちょっと弱くなってきた。あーすげー。お、顔認識聞こえたな。顔認識してくれます。してくれます。こんにちは。人として扱ってもらった。まだプランモデルの位置を超えれてないですね。うん、これでこう顔認識したらもう完璧やんな。これ見てみるとすごく勝てるやろ。いやー結構な大変な作業でしたねこれ。お、できた。すごいね。介護用ちょっと見せてみて。それお前、あ、これなんか飲んでる。あさみくんと私で、はい、プラモデル、ドラゴンボール、はい、スーパーサイヤ人、孫悟空を組んで2時間半かかりました。かかりました。橋立さん、いかがお過ごしでしょうか。ということでということで、動画終わります。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。オーダースーツ M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で、 M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。